次、アトレチコが超大型補強、ガチで CL 優勝を狙えるメンツとなる。アトレチコ大補強で CL 狙えるメンツなってるの怖すぎる。そういやセルロートもいたね。ちなみにフェリックスもいます。セルロートとかルノルマンとか怖くないの俺だけかな。セルロートは自己中だし、ルノルマンは足元、裏ケア、対人弱いし。言い過ぎ妙じゃね？シティとマドリーノがはるか運上だしバルサも楽しみ。層の厚さがどうなんかな。リーガは3強なのが残念、とか思ったけど、言うてプレミアもセリエも変わらんか。リーガは他リーグに誇れるような強いチームが3つしかない上に注意のチームがお察しのレベルなんよな。さっきのジローナがちょっと確変に入っただけで。アトレチコの補強もすごいけどバルサもなかなか良いと思う。個人的にはオルモをトップした、ギュンドアンを DMF のフォーメーションにしてほしい。アトレチコすごいけど、レアルもバルサもいい補強してるしな。リーガも CL もかなり厳しい戦いになるだろ。ハマれば CL 優勝あると思う。リーガはレアルに蹂躙される気がするが。